アリさんが身震いするっていうからね。いや、あの、寒かったから。そういうことよ。むしゃぶるい。むしゃぶるい。戦い前に震える。外出た瞬間、むしゃぶるい。よっ。さあ、にちゃんが引けるのか。でも、さあ、ポーカー勝った人は、そう、ポーカー勝った人は引けるからね。なんか来ると思った。お願いします。よろしくお願いします。から、あの、来たからモルテンご飯よろしくね。やべ、むしゃぶるいが。ご飯よろしく。むしゃぶるいが。ご飯、あの、にちゃん帰られたからご飯よろしく。おー、なるほど。ちょっとご飯とかちょっと作ったことないんで、ちょっと。頼みすぎよ、銭湯。なるほど。王子千戦目おめでとう。おめでとう。だよね。これで千なんよな。お前。そうこれで千ですね。敗走にならなければ。ペッポン。そう。敗走になってもリザルト引かなければ一個カウントされないんですよ。王子カエラヒ。はい。お医者さん。どう。でカエラヒ引いたかどうか。どうでしょうね。草。これカエラヒ。食べました。あや。カリポーチ外来動揺してるよ。はしゃいでるな。前回のザコシか。なんだっけ。おいしい闇。おいしい闇と同じ原理ですね、これ。感謝感謝。いっぱい食べたいなってるシャン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 。アンコールとか。甘いか。甘なんてないよ。やばいよか。ないよ。バックパック。じゃあなかった。たまあったんだよ。離脱の準備か。離脱するんだったらね。さっきと違う戦法の方が絶対もろいだろ。絶対抜きなしね。思ってないんだから実際。さっきちなみに。そうなんや。上とか行ってたんで、崖上とか。あと、二軒家の方抜けてなかったんで、そこ回収して帰ってたんで、全然大丈夫でした。なるほどね。ああ、なんだ。なんか船のスピン遅いから、強いのかななんて思ったけど。戻りやん。あ、オッケー、じゃあ運転するわ。そうか、猫麦さんずっと船どれだったもんね。赤戦車。おーい。よいしょー。はい、天才。あ、やっと。大丈夫。うまっ。猫麦さん運転する？いやだ。いるよ、アリス帰ってここにいるよ。船にいる、オッケー。はーい。海兵がいるってことやろね。うん、そういうこと。船帰ります。ニコマギもいるよ。曲げてる、船曲げてる。めちゃくちゃ右に切ってる、それ。海兵来ろ、海兵来ろ。両人バカトリマ、ごめん、私落ちるかも。船長逃げていいよ。いや、料理人やった、料理人やったよ。あ、当時さんロー料理人やってる。ごめん、助けれなかった。優待来た、優待来たから運転し、あ、運転してる今。オッケー。逃げていいよ、のんちゃん。オッケー。開閉儀式。開閉儀式。私、料理人だけ落ちてる。乗ってほしい。あ、のんちゃん、帰ってくる。ありがとう。まだ負けてる。ここまでだな。ここまでだわ。まあまあまあ、ちょっと船曲げミスったね。ちょっとまあ、まあまあまあ言われて。めちゃめちゃ臭いのがまま開けられてるかなというのがめんどくさいんで、それケアして、まだまだ攻め込みにしたいんで、本当必要最低限なくていいことでしょう。防御という分と、防御する分と、セッティングしたから引っかかって注射器目指して、マックしちゃったよな、あれもったいないよな。それ来てるんだよな、あれ。
まあ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 。まっすぐ先。うん、まあちゃんと引っかかって、これは全部工事さんのポテンのおかげなんで。じゃまだ最大召喚溜まってない、やろう読み準備聞けないやろう読み出てるの来てるんで、弾を作って戦いたいけどね。一回最小限でいいので、このまま早く当たっちゃって感じですかね。なんとおいしそう、そこにマスケ行ってくるね。オッケー、マス31、はーい。最初の最大召喚使っちゃったんで、これは見せてしまってきたい。でも初日でくるマスキャっていうのは、ドタクサプリは多分ないと思うんで、このままここで頑張っていきたいですよね。工事内に時間で、どんどん工事さんに振り分けてもらいつつ、ボートが集まって、最初の順番が多分理想形なんで、あ、作れるか。駐車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 、配信配信、ナイスナイスすぎて草。さすがに今のスキャンは完璧だけど、公開費を隠せたら狙いだね、どんどん。でも解体しようかな、多分140秒とかな。あれ、うちに行くと超えてきちゃって、早いのか。うん、つまり、どれレベル3だこれ。誰？外来さんですか？外来さんですね。うん、ナイス。危ない、マッスに当たりそうで怖え。船大丈夫？大丈夫。ああ、ま、ね、来てる。リロードしてないよね、それ。油体。油体大丈夫。船来て大丈夫よ。銃もしてないか。直すわ。ビビっちゃったな。まあ、まだ耐えれるから、配線いきますか。10持ちかと思ったわ。ダメージ的にどうやろうね。トイションのじゃなさそうやけどね。あ、いるわ。ごめん、私これ死ぬで、さらに。オッケーオッケー。守ります。壁になってほしい。うん。オッケー、注射打つから大丈夫。オッケー。射線切るわ。あ、下に放ってみたって。あ、さらに私と合流してほしい、これ。あ、まだ引っかかっちゃった。下にいる。放って抜けした。ナイス。本体来るでな、これ。気付けて。ちょっと任せるね。やばいな、私だって。あ、うん、私マックスだよ。本体いる、本体いる。当たってない。本体狙っていいよ、スラディ。本体狙って。いや、ごめん。落ちた、それ。落ちてるわ。マジか。やっ
私肉食になるかも。これ戦うわ。俺戦う、何戦う。まあ下がるか。いや、にっちゃん落とし切りたかったな、あれ。2キル狙いたかったけどな。もったいないな。でも注射残ってるから、まあまあまあ問題はなさそうやけどね。微妙な、ぶっちゃけこれ。まあ注射使うか。はい、じゃあちょっと行きましょうか。まあコーヒーで、コーヒー焼きそうだね。まあ直しときましょうか、ちょっとね。ヘチンがある、こんなところに、こんなところにはヘチンがあります、こんなところにはヘチンがあるです。よし、あ、ヘチン、あ、ヘチン、注射つ、マスケ開けそう。ぶっちゃけやることないねんな、ここで。そうね、やることないんだよ。牧師後悔しか、いや、あれ、にっちゃんも好きだな。弱すぎるよな。あ、ここでひよっちゃったな。僕が弱いね。ん、死んでる？死んでる？生きてんのか、生きてんのかい。幽体入った。まだちょっと時間ありそうなんで弾作りましょうか。マスケ開いてんのかな、マスケが開いてるのかどうかだけ教えてくれ。頼むから、頼むから、マスケ開いてるのかどうかだけ教えてくれ。マスケのことだけ教えてくれ。まあ開いたら解体しようかなって、攻防開始。僕やりにっちゃうと何回見たらにっちゃう、どうしたら開いてるよな、あれ多分。あの位置的に直してんのか、あれ。あれ直してるのか。ま、開いてらっしゃる。マスケット銃開いてらっしゃる。終わりです、これ。こうなったら終わりです。マスケ開いたか。あれ、何か船を直す組と、マスケ組と、マスケ持っての料理人と、いや、わかんない、医者っぽいな、料理人医者。すげえな。まあ、これでも要請頼むやもんな、正味。この最大召喚ですけど。まだ耐えてもいいと思うな。また来てこれ。これファイターでもしてね。何もしないと多すぎる。いや、その船を恨みられねえな、あれ。何もしないと多すぎるんだな。幽体入って向こう行っちゃって今やるわ。気をつけるか。
行きますか、じゃあ。いやー、これ狼の竹引きそうなんやな、これ。よし。できることが限られてるな、さすがに。もないしな。雄大まで50か。たまない。雄大。いや。もうこれ上取らなきゃしんどいかもしれん。オッケー。じゃあサラディマスケ一回出すわ。いやーこれ攻め込めんな。ちなみに上のね、人影は全く見えてない。船じゃない？意見出るわ。うわーやられた。やってるわ。やだ。あと20秒で召喚たまるわ。星さん、照準取っていいよ。OK、照準もらってくる。マスケ取った、マスケ取った。普通に置いてて。置いてる置いてる、ボイラー室入ってる。うん。それなら物資多分ね、ほぼないと思う。うん、のんちゃんが持ってるわ。持ってない、のんちゃん持ってないよ。それで、ね、偽物だよ。ありがとう。おじさん、ホワイトアウト打てそう？打てないよ。あ、こう、切れてる。ダメダメ、のんすけ死んでる、二人で乗っ取られてる。リターンズで十文字ね、強そうだ。やだー、全部殺された。やだー、やめて。右それ、評価ぶつかるよ。うん、ぶつかっても大丈夫、ホワイトアウトってほしい。あ、でもアリス、ア
リス重傷だよ。注射した？どうでしょうね。アリス重傷だよ。あ、タルトムクザル、タルトムクザル。あ、消えたけどね。どこにあったの？見つけられなかった。ネロ消えたわ。あ、うん、変わる。あ、大丈夫これ。これレベ 3？ レベ3。オッケー。やだ。帰ってくるタイミングでこれあれ外来召喚打ちましょうか僕。オッケー。レベには溜まると思うよ。僕多分ギリレベ3溜まるかなぐらい。うん、オッケー。あ、開けて。違う。開けて。物資はないよね。ないよ。うん、結構探したけどもうないわ。オッケー。あ、まあ探したって言ってもキャビネットとかは探してないから、キャビネット見てもらったらいいよ。あとは。オッケー。じゃあ僕マスケ直すわ。あ、後ろのボイラーネットはあのだから他。おい。そろそろ帰ってくるんじゃないかな。うん、そうやね。まだ2個あるわ。だってギリレベル2たまんないかな。レベル3打てるわ。あとね、あと5秒で打てるわ。ダメ。あと5秒で打てるって。もう一発来ちゃうね。外してるわ、1本。やだ。帰ろ。アリス、ローだよ。一発当てる。あ、ごめん。医者殺してる。あと3枚。オッケー。誰やってる？兄ちゃん出てる。兄ちゃんやった。ごめん。死ぬ。公開書落としてる。あと回避。ぎしろ。あ、ぎしろか。海兵も当たってる。海兵も。よし。オッケー。あ、ごめん、俺死んだわ。オッケー。ナイス。ごめん。いや、きついな、ごめんね。大丈夫。危ねえぜ。大丈夫よん。あれ当たったんか。ハイフェの中にマスケが入ってる。マスケ回収しつつ、鍵あったら開けてね。これ、にっちゃん隠し？隠し。オッケー。これ、サムサある人いる？あの、出してもらえたら寒さは大丈夫だよ。多分燃料が足りないけどね、これ結構まだワンチャンありますよ、これ。あ、そう、のんちゃんに。船内の鍵なんて、全部抜くに決まってるだろ。探したぞ。これ、公開し料理、格殺ね、これ、コウジさん。オッケー、了解。うん。うわ、じゃあ、この後、ニトロ運んで、ぶつけて。やだ。これ、スクラップとかも、ないんだよ。あの、石の死体の中にちょっと入ってるから、あ、鍵入ってた気がするな、それ自分の中に。石の死体。オッケー。死の死体。マスケの処理はできてる？大丈夫？うん、マスケは。これ漁師ボクシーマスケ持ってない？これ漁師ボクシー。了解。持ってないよ。いないよ。なかった。オッケー。で、マスケです。あ、オッケー。そっちに、はいはい。牢屋。アリさん、向かいにさ、何人ロイ入ってる？どこだ？向かい1。だから、あと2人しか来てない、今。ああ、OK じゃん。嘘、2人？そうだじゃない。だって、もっと来てる。もっと来てる。3、3生きてるっけ？500。4生きてんじゃない？え？ 3 生きてる？漁師生きてて、漁師牧師生きてる。うん、生きてる。で、航海士隠し、料理人隠し。で、船長牢屋か。いや、じゃあ、医者もそこにいる。おじさんの横に医者がいる。医者もいるのか。うん、医者も死んでる。OK。あ、じゃあ動けてんのが2人か。動けてんのが2人。現状2人。いけそうじゃない？まだあるよ。オッケー、鍵を急ぐんだ。アリスさん、先試合目の記念勝利をください。まだハグ切らしちゃダメだよ。おじさん、まだダメだよ。俺は先に行く。出たよ、2人出たよ。これはね、あとクラフトして。レベル調整でもよかったかもね、これ。もう船いないんで、木材がないんで、これ多分もう鍵あったとき多分燃料ないんで、これほぼ勝ちだと思ってるんですけど、まだハグキャ出しちゃダメね。いや、ここで船行く判断しないとね、多分あれ、まあっち切れないから。小路さんナイスやったね。分かってくれて助かったな。
木材がないんだよね。結局料理包丁使いましょうか。いや残しとこう、2個は残しとこう。おいおいスクラップ、おいスクラップふざけんな、おいスクラップ2個あったやんけ。どこ捨てたっけ、どっか捨てたよな、ここら辺に。あとはないな、木材ないからな。木材余ってる？ちょっと一個しかない、あと。あ、オッケーオッケー。いやダメか。ナイスレコーチさん。パンチな、パンチな。ナイスレコーチさん。ナイスや。ナイファイ。ありがとうございます。おじさんナイス。ありがとうございます。クソおもろかったな最後。おめこじですね。おめこじ。おめこじや。おぶとしとめすやん。すご。ナイス。はい、ということでね、最後の4戦目、コージが先戦目でちゃんとカエラを引いて勝つのと、サラディが密かに敵死をするっていうおもろいです。そう、まだ600戦目なんで、はい、すいません。あのね、めちゃくちゃおもろかったよ。私さ、あの、霊界もその時マッスーとニッちゃんいてさ、ミュートでさ、これサラディめっちゃ泳いでるけど大丈夫なんかって言った瞬間、うんって死んでた。あ、ですよねってなった。びっくりしたもん、自分で。くさ。まあ、ナイス回来ということで、本日の2チャット半画は以上で終わりになります。はい、ご参加ありがとうございました。はい、明日もある方いると思うので、お願いいたします。はい、お願いします。自由解散です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。